おはようございます。レディだ。レディだ。あ、疲れた。11時39分。10月30日か。もう11月ですね。でねえと、風がねえとかね。歯磨きたいと思います。はい、片付けます。お疲れ様です。2時39分でございます。結構オーダーが入りましたね。腹が減ったということで飯を作っていきたいと思います。できました。圧倒的朝食感。はい、ベーコン卵パンと、これバターですね。バターうまいよな。バターにちょっと塩をかけるとね、ほんと美味しい。ということで、あとサラダでございます。いただきます。お疲れ様です。ということで、今の時刻は7時でございます。月がすごい。おお、月がすごいです。今から焚き火をしたいと思います。すごい焚き火化したい気分になっちゃったんで、はい、今ちょっと来てます。一番星、うん、見えますか、これ月の光が反射してすっごい綺麗だ。うわー、すげー、火がつきました。あったけー。やっぱちょっともう冬ですからね。あー、薪の香り。もうちょっと薪拾ってこないと。あったけー、マジ。あー、あ、炭の、はあ、落ち着く。はい、現在時刻何時だ。8時くらいかな。すごい綺麗だ。それでライブ配信をしようとしたんですけど、電波4のはずなのに繋がらないっていう。電波4になったり1になったりと、まるでオレンジみたいなね、かなり電波の不安定な場所で、はい、ちょっとダメですね。仕方ないんで、ここはダメだな。はい、なんかいい場所をさらにつけたいと思います。ここはここでいいんですけどね。配信が やりたいですよね。はい、残り日堪能して後片付けしたら入りたいと思います。はい、どうでしょうか。夜の海は怖いですね。せっかくなんで海岸沿いまで来ました。お疲れ様です。帰ってまいりました。って今の時刻が10時27分です。ということでね、ただです。これファミペイのね、クーポンで、ただで手に入ったスッキリレモンで、あれ俺焚き火終わったのが9時とか8時、あ、9時ぐらいか。ちょっとあれですね、電波が良くなかったんで、まあ少しちょっとダメだな。まあ、おいおい、また別の場所を探したいと思います。ライブ配信やってたんですけどですね、途中で切れちゃった。ということでね、見てください。来ました。Google AdSense。ということでね、こいつがピンコード載ってるんですよ。これでようやく収益化のためのね、銀行口座の登録とかもできるようになりました。あとなんか税務情報がですね、ちょっとうまくいってないんで、このままだと、その、米国の税が徴収されて 30% 持ってかれるらしいんで、なんとかします。まあ、とりあえずピンコードさえやれば、紐付けされて OK となったんで、よかったっす。というか X の方がですね、ちょっとアカウント凍結されてて、今つぶやけないんですよね。まあいいや。ということでレモンいただきます。ということで、できました。もやし味噌ラーメンでございます。いただきます。こいつも飲んでますけど、うまい。お疲れ様です。1時58分です。11時か、すいません。眠いな、疲れた。今日はゆっくり休みたいと思います。疲れた。はい、お疲れ様です。1時3分でございます。31日、寝すぎた。よいしょ、疲れたな。食
月に払ってないですよね。やっぱ10時過ぎると疲れがやばいっすね。夜遅くまでやっちゃダメだわ、寒いし。体が調子が悪くなりますね。はい、はい、食器洗います。ということで1時40分でございます。今がちょっと出たいと思います。疲れたな、なんかただちょっとご飯は食わないといけないんで、ちょっと今日はのんびり外で弁当でも食べようかな、晴れてるし。ちょっと気分転換です。はいちょっと飯行ってきます。飯食って今山にいますカルガモ、あれカモだ、カモ。ちょっとバレないようにちょっとズームしたいな。いますね。かわいい。お疲れ様です。31日の4時10分です。飯を食べました、ホットモットで山の中でね。ちょっと疲れたんで今日は風呂入ろうかな。温まってちょっと休みます。はい、久しぶりのお風呂だな。湯船にズバッと浸かりたいと思います。月に、あ、この前は夏かな、夏にそれをやったかな、相当前だな。超久しぶりにちょっと湯船に浸かりたいと思います。はい、久しぶりのお風呂でございます。ファインケートオレンジでグレープフルーツも入れたいと思います。家系ラーメン、2回目です。まあ残って食材残ってたんで、はい、盛り盛りに盛っております。ということでいただきます。